おはようございます。はい、おはようございます。今日は、はい、鈴木くん誕生日おめでとう。ありがとうございます。何歳になったんですか？51。あれ、もう潰された、最初から。ごめんなさいね、はい、絶対嘘つくかなと思って49とか言うんですよ。はい、そう、微妙にね。でも前回50だったんで、多分51。やばくない？マジ見えない。今タイムリーで言ったら、まあイチローの背番号と大谷翔平51です。マジだ、めでたいです。すごい。しかもこの動画上がってる日、本当誕生日当日なんですよ。当日です。9月28。そう、なので皆さんおめでとうのコメント、あれ、まあしなくていいですけどね。うん、しなくてもいいけど、一応鈴木ファンはしてあげてもいいかなぐらいで。ちょっと大丈夫？俺ずっとここのとこ汗かいてばっかりの動画になってますけど、ね、もうさ、9月になったのにさ、超暑いよね。暑いね、超暑い。秋いつって感じ。今日も当日ちょっとね、天気が微妙だって直売会ずっと言われてたんだけど。あ、そう、今日直売会です。あの、今日は土曜日なんですけど、はい、皆さんちょっと出勤していただいてますって感じです。ちょっと後ろからフォークが来ちゃった。あ、もう上部も来ちゃいました。もうみんなルームメンバーで映っちゃってますけど。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こうやってフォークでね、運んで机をね、設置してます、はい、今日僕の誕生日です、28日。はい、昨日じゃないんですか？昨日じゃないんですけど、何その情報。どういうこと？そういう話をした誕生日。あ、そうなの、うん、昨日、うん、嘘ついて。怖っ。まあだからさ、9月誕生日だと9月1ヶ月まるまる誕生日みたいな感じになるもんね。そう で, そうで、も大高醤油って意外に9月生まれの人多いじゃない、うん、多い多い。だって会長だって。そうだ、会長でしょ。で、あ、ここにいた。あ、そうだ。9月生まれ、誕生日おめでとうございます。さっき言った縄文王でしょ。あ、そっか、うん、やばっ。みんな多いんですよ。なんか申し訳ないけど、鈴木さんにしかまだ誕生日プレゼントは用意してません。おい、これね、うん、あの袋は違います。家で入れてきたらね、開けてください。いいですか？あの、期待しないでください。ありがとうございます。あれ、電話来ちゃった？電話来ちゃった。誕生日おめでとうの電話じゃない。あ、大丈夫なんだ。あ、大丈夫なんだ。すいません、ね、じゃあちょっと開けていいですか？開けていいよ。ありがとうございます。なんでしょう？あ、可愛くない？めっちゃいい。リーのやつ。可愛い。可愛いでしょ。そう、超なのよこのサイズ。超、そう、そのサイズ好きでしょ。そう、好き。そう、それがいいかなと思って。しかも色も自分で買わなそうな色にしてみたの。絶対買わない。でも可愛くない？ジーンズ生地で、そう、リーでちょっとここに入って、ああ、で中。中も結構広いよ。ここが。あって、まあ、ここでパチって止める感じ。いい。ここちゃんと開けば普通に、そこもね、ほら結構広い。街あるね。そう、街あるのよ。かわいいでしょ。え、そこに携帯。え、どうどう、かわいい。え、かわいいでしょ。ありがとう。ありがとう。使って絶対使う。え、ね、かわいいよね。ありがとう。で、なんかちょっと待って、もう一個。もう一個は多分私たちしかわからない共通のハンドクリーム。これね、これね、クナイプっていう入浴剤が有名なんだけど、はい、ここけど、あのハンドクリームが出て、このオレンジがね、超いい香りなの。フレッシュで甘いネロリの香り。そう、ネロリ、ネロリの香りだね。そうそうそう。これ開けてもいい？開けて開けて。もう時期的にそろそろね、必要になってくるから。そう、冬で乾燥するでしょ。やばいっしょ。出た。いい匂い。さあ。マジね、この動画上で匂いが伝わらないっていうのが。そうだね。すごいじゃないですか。でも、あの試作じゃなくて、試食じゃなくて、試飲じゃなくて、試しね。さあ、試しがあったら。テスターね。そう。テスターあったらみんなちょっと嗅いでみて。これね。いいのよ、これ。使ってみてください。この前の1個前の動画、うん、あ、1個2個前のおすすめ商品動画に出てもおかしくないぐらいな。確かに確かに。そうだね。これもいいね。これもいいのよ、すごく。ありがとうございます。この2つです。可愛いでしょ。なんかさ、うん、もう今回は、うん、とりあえず鈴木さん、もうケーキも何もないっすから。うん、そう、もう
ただ動画だけお願いしますってずっと言われてたのでそうそうそう、ありがとうございます、このサプライズ。一応プレゼントはね、2つ用意してました。嬉しい、かわいい、めっちゃかわいい。ちょっと私持たせて。はい、あ似合うけど俺の次に似合うな多分。俺だなやっぱり。せやね。あでもいい。可愛いでしょこれ。可愛い。好きでしょこういうの。うん。うん、色も本当いいねこれ。でしょ？うん。マジ可愛いよね。あ。で結構さ暗めの洋服着ちゃうじゃん。今日もそうだけど、うん、紺。うん。ここ一個入れるとね可愛いかなと。しかも微妙に気づいてたんだけど。うん、このこういうやつって、うん、俺も今持ってるのあるけど、うん、もうちょっとちっちゃいのよ、もう一回りぐらい でちょっともうちょっと大きいといいなって思ってたらこのサイズ絶妙でしょ。絶妙、これより大きくても変じゃん。そう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 、大きいの似合わない、うん、大きいバッグとか、うん、このぐらいがねちょうどいいの。男性も女性もいけるし。いやこれいいわでしょ。ありがとう。こんな感じで嬉しい。すごいよかったよかった。これで49の誕生日ラッキーだわ。うん、51年。51年。もう鈴木さんが汗だくなって死にそうだから。いや本当にあれ。やばくねこれ。じゃあもう最後は51の抱負だけお願いします。とりあえず今の目標は、まあ、床屋に行くことだ。床屋？髪伸びてる？髪ちょっと最後。うん本当。それ直近の目標ね。うん。で今年1年は。ちょっと真面目に言うと、うん、前々から言ってたラーメン屋さんの方、うん、あのついに、うん、いろいろこう動き始めますので、うん、今年から含めてここ向こう数年間の間にちょっとある壮大な計画をちょっと自分の中でも立てておりますので、うん、その第一歩目、うん、今年は、動きます。あーすごい、ラーメン屋ね、はい、ラーメン屋の方で、はいはいはい、それは行きたいですね。うん、じゃあなんかみんなにいい報告ができるといいですね。ちょっとみんなを待っていただけるとそうだね、嬉しいですね。はい、まあ仕事、あとはプライベートはテニスだね。テニス、はい、ちょっと目標、もう最近の動画テニスしかないけど、まあ、大丈夫そう話すことも。来年、今年も、うん、大会にとりあえず出ると。おう、で来年さっきあの大会情報も手に入れたので、うん、後でゆいなちゃんにも報告いくと思うけど。そうでしょう。はい、すごいね、頑張って。そこは頑張って、なんか一言じゃね。じゃあ応援だよ、チア。あ、チア、チアで頑張るから。まあでも、うん、あの仕事もプライベートもちょっと充実した1年になるように、うん、頑張っていきます。応援してます、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします、ありがとうございます。皆さん、51歳の鈴木さんをおめでとうという言葉でね締めくくっていただきたいと思いますので。まあね、映ってないんだけど今言ってるコメントの顔をね見せてあげたい。本当に皆さんに。こっちが映んないからね、撮ってる側の、いつもね鈴木さん撮ってる時はね顔歪んでんの。ちょっと嫌なんだよね。嘘嘘。まあ今日はね、あの誕生日なので、と優しくしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではおめでとうございます。また今年1年お願いします。よろしくお願いします。みんなまたね。最後直売会の動画入れたいと思いますので、うん、はい、最後までご覧ください。ご覧ください。バイバーイ。だねだねだ。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。